刀名秘前国忠義、安土桃山時代、特別重要刀剣初代忠義は、日本の武士、刀工。安土桃山時代から、江戸時代初期に、秘前を中心に活躍した、神刀丹野として知られる。豪賀忠義であり、本名は、橋本新左衛門。神刀最上作最上大行物であり、名手とされる。1572年、高木瀬村長瀬に、 龍造寺家の家臣である、橋本道博の子として生まれた。橋本家はもともと武士で、小二子の一族とされる。九州の大名龍造寺氏に仕えていたが、祖父の森博と父の道博は1584年3月24日に、島原での沖田縄手の戦いの際に打ち死にをしている。この時忠義はまだ13歳であったがために、 軍役かなわずとして、事業断絶した。このため一家は東商に転身し、1596年に上京して、山城国の梅田田赤都市の門に入り、東高としての技を磨いた。1598年に帰国して、佐賀城下町に京を構え、鍋島勝茂から先行ある家柄であったということで、橋本家は、芋野市の谷口家と共に、 佐賀藩の手きあり角として、よ六二十五国で改めて取り立てられ、大々藩校として栄えた。政策の時期により、五自中名、周藩名、十人名、改め名後の忠広名に分かれる。初期は、五自中名といって、非善国忠義の名が、ほとんどのようである。周藩というのは僧侶らしく、この人の各字を真似て切った癖のある切れ名のことを言う。 集団名をやめて後、被禅国十人忠義作などと切る、十人名になる。晩年は、武蔵大将を受領しなお、忠だと改め、武蔵大将、藤原忠広と切る、重要美術品の刀、脇差しがある。息子の大見大将、忠広以下、幕末まで一貫して続く被型刀の回祖と言えよう。新刻寺、ありがとうございます。